はね、重要、楽天リンクアプリ、iOS 版の使用変更に関するお知らせということで、6月24日にね、更新のがありましたので、こちら紹介していこうかなと思います。やっぱね、楽天さんがお知らせで、重要という言葉を出してきたらね、紹介しないわけにはいかないと思うんですけれど、このね、楽天リンクアプリの iOS 版の使用変更に関しては、約1ヶ月ほど前に、どんな使用変更がされるのか、まあ、動画のにさせていただいています。そちらね、概要欄下のとこに貼っときますので、よかったらそちらのも参考にしていただきたいんですけれど、まあ、そちらの動画見てもらうとわかる通り、まあ、前回のね、この使用変更、 変更に関するお知らせでは6月15日以降にこの楽天リンクアプリの使用が変わりますよっていうことが発表されていましたまあ、なんですけれど実際問題6月15日に変更のありませんでしたそしてその次に6月24日にねやっぱ15日無理だったから24日に更新しますよっていう感じで、まあ、こちらのにもね線が引かれていますが楽天リンクアプリ iOS 版の仕様変更日時っていうのが6月24日より順次に変わりましたなんですけどこの度6月24日の重要なお知らせで6月24日までにこのね仕様変更が間に合わなかったということで正式な日程が決まり次第の 終わんないということで、無期限延期になってしまいました。まあこのね、仕様変更に関しては、人によってはネガティブに捉えていたりとかまあルール家的にはね、動画の方もね。見ていただきたいんだけど、まあポジティブに捉えていました。まあ、一部ね。マイナスの部分まあネガティブな部分はあるんですけれどまあ、個人的にね。マイナス部分って sms の送受信。むしろまあ送信の部分になってきて、お金がかかってしまう部分になってくるわけなんですけれど、まあぶっちゃけね。そんなに sms の送信って重要かっていう部分にもなってきて。まあルール家的には sms 何に使うかって言うと本人確認みたいなね。ところで使ったりとかするんですけれど、楽天リンクの？ SMS だと本人認証みたたいななものがかったりするんで、まあ、その辺に関してね、iOS の標準仕様になれば、多分その辺に関しても通りやすくなると思うので、まあ、その辺を考えればね、まあ、ネガティブというよりもポジティブに考えていたので、まあ、仕様変更されたらされたで別にいいし、まあ、むしろね、まあ、そのぐらいしか違いがないので、されなきゃされないでね、どっちでもいいかなと思っていたので、まあ、個人的にはね、こう重要とは捉えていなかったんですけれど、一応ね、楽天さんのお知らせとして重要ってことで発表がありましたので、こちらの紹介のさせていただきました。今回に関しては先ほども言った通り、まあ、正式な2手が決まり次第ということで、無期限 延期になっってしまこの辺に関してもね、また更新時期決まったら、重要なお知らせでね、出てくるかなと思いますので、その辺に関して、仕様変更の日時、出てきたら、また紹介のをしていこうかなと思います。ここ最近ね、ルルカの住んでる地域で楽天アリミと爆速になったということで、またね、久々に楽天モバイルのいろんな検証をやっています。もうすでにね、何本か動画の上げていますので、楽天モバイル興味がある方に関しては、よろしければね、楽天アリミと2021検証のも見ていただけると嬉しいかなと思います。現在もね、楽天アリミトに関しては、3ヶ月間無料キャンペーン だったりとかナンバーポータビリティであればね端末購入しなくても2万ポイント端末購入しても2万ポイントみたいなねまあ、いろんなキャンペーンもやっていますので興味がある方は楽天モバイルのリンク概要欄下のとこに貼っておきますので見てみてください今後もいろいろな動画毎日更新であげていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました